マリーアンヌ・ピエレット・ポールズが初めて訪れた。ラムフォードはその後足し,しげく、マリーアンヌの元に通うようになった。ラムフォードは、この時期、ラボアジエ夫人は大変愉快で親切でしかも性格が良い。今まで出会った女性では最も頭が良く、知識の程度も非常に高いなどと述べている。また、ラムフォードがフランスでの研究について語ると、マリーアンヌは、 私の館にいらっしゃればよろしいのですよ。あなたは実験をなさいませ。私は記録を取りましょうと答えたという。二人は1803年にスイスに旅行に行くなど交際を続け、1804年1月に婚約した。婚約の際、マリーアンヌは自身について全部の姓をつけてラボアジエドラムフォード夫人と名乗ると主張した。これは異例のことであり、 ラムフォードもこのことには不満であったが、最終的に契約書に明記させた。マリーアンヌは、後の1808年、ラボアジエの名を絶対に捨てないことは私にとって義務でもあり、宗教とも言えることなのですと述べている。1805年、二人は正式に結婚した。しかし結婚生活は長く続かなかった。社交好きなマリーアンヌは自宅でパーティーを開き、 主役として振る舞った。一人で自分の好きな実験に取り組みたいラムフォードにとって、妻の行動は気に入らず、あちこちで妻に対する不満を述べた。ラムフォードは手紙で、私はあの女をメスドラゴンだと思って接している。これでもあの女には親切すぎるネーミングだと言っていいと綴っている。1808年にラムフォードは別居し、1809年に二人は離婚した。 離婚後、ラムフォードとは適度な距離を置いて交友が続いた。1814年に、ラムフォードが死去すると、マリーアンヌは、理由は不明であるが、ラムフォード伯爵夫人と名乗るようになった。マリーアンヌは、晩年もサロンを開き、フランソワ・アラゴラを招いた。メアリー・サマビルも招いたが、サマビルが、ラプラスやアラゴの注目を浴びていることに嫉妬したりも、した。マリーアンヌは、 死の前日まで友人と社交を続け、1836年2月10日、78歳で死去した。アントワーヌ・ラボアジエの同僚の孫であるドゥラントによれば、生前の社交の参加者が集う、盛大な葬儀であったという。マリー・アンヌが制作し、科学言論に掲載された、同伴が。マリー・アンヌは、夫アントワーヌ・ラボアジエの研究を手伝うことで、フロギストン説の否定と、 それに代わる新しい理論の普及に貢献した。フロギストン説とは燃焼の際にフロギストンという物質が放出されるという説で、当時としては燃焼を説明する主流の説であった。しかしアントワーヌは自らの実験などからこの説にことを唱え、燃焼の際には物質が酸素と結びつくと考えた。マリー・アンヌはアントワーヌのためにジョゼフ・ブリストリーや ヘンリー・キャベンディッシュといった当時のフロギストン説支持者の論文を翻訳した。中でも特筆されるのがリチャード・カーワンの著書、フロギストン論考の翻訳である。カーワンはフロギストン説支持者の応募書であり、フロギストン論考はアントワーヌの理論にフロギストン説の立場から反論した書であった。ラボアジエ夫妻とその協力者は 同情を訳した上で再反論をしようと試みたのである。この翻訳書でマリーアンヌは翻訳及び書言の執筆を担当している。他にカーワンに対する反論が書かれた翻訳者の中の箇所にも深く関わっていたと考えられている。マリーアンヌの翻訳はカーワンの原著に忠実でフールクロワも後に評価している。 この翻訳書は1788年に出版され、大きな反響を読んだ。オラス・ベネディクト・ド・ソシュールは、クロギストン説の支持者であったが、同書を読んで考えを改め、あなたは、私の疑いに打ち勝たれたのですと、マリー・アンヌの仕事を称賛する手紙を書いた。当のカーワンは、1789年に反論を、執筆したが、1791年には、 フールクロワア宛の手紙で、ついに私は矛を収め、フロギストンを放棄しますと綴った。翻訳以外に、マリー・アンヌは、アントワーヌの著書、科学言論に掲載されている、実験器具の同版画を制作している。この版画は、絵から装置を組み立てることができるように描かれており、当時から高い評価を受けた。科学史の観点から見ても、この版画は貴重な資料とみなされている。 マリー・アンヌが描いたデスさん。右端がマリー・アンヌ。マリー・アンヌは若くして一流の科学者であるアントワーヌ・ラボアジエと結婚し、当時の最先端の科学に触れることができた。その中でマリー・アンヌは夫を愛し、夫にふさわしい妻になろうと科学や語学、絵画の習得に努めた。同時期のフランスで科学の分野でマリー・アンヌほどの能力を持ち、 それを発揮できる女性はほとんどいなかった。マリーアンヌもそれを部分的には自負しながらも私の周りにいる私よりずっと有能な人たち、その人たちと比べると私なんて小娘でしかないなどと手紙に記すなど科学分野での自信の無差が伺える。川島稽子はマリーアンヌの周りには年上の男性しかおらず常に自分は男性から教わる一方であったために 自分の手で何かを成し遂げようと思うことに抵抗があり、それが自尊心の欠如となっていると指摘している。また、当時の女性の価値は、夫などの近くにいる男性の価値で評価される面があった。マリー・アンヌは、アントワーヌの死後も元夫の偉大さを強調し、科学論集の編集で、セガンと対立したのも、そのことが原因の一端にあると言われているが、その背景には、 このような当時の女性の地位も関係していると考えられている。マリー・アンヌはアントワーヌとの結婚後から晩年に至るまでサロンを開催し続けた。ベンジャミン・フランクリンとも交流があり、フランクリンのために自身が描いた肖像画を送っている。アントワーヌ存命中には自宅でフロギストン説を火破りにする儀式を開き、そこでは自らが2層の衣装で登場して、 フロギストン説を作り上げたゲオルクエルンストシュタールの著書を焼いたりもした。マリーアンヌの追悼文を書いた政治家、歴史家の偽造は、サロンには様々な分野の著名人が集まり、そこには出世のためではなく、エスプリと会話を楽しむための自由な雰囲気があったと絶賛している。ありがとうございます。